んにちは、劇団しょときです。さあ、今日ね、これ買ってきたね、これスーパーで、はい、まあ、工藤さんがね、ちょっと買ってきてくれたんだけど、はい、ちょっと前に流行ったじゃない、はい、1分で食べきれない、これ、重さ測ったら240g 倍です。下手したらちょっとちっちゃめのおにぎりの倍以上ずっしりくるもん。もう無理。コンビニのおにぎりって結構ひょいって感じじゃん、はい、ずっしって感じ。倍の重さなの。はい、だから今日これ食べんだったら1分だな、はい、ほらさあ、じゃあ味何にする？明太子、鮭、私じゃあ昆布。おお、でも俺も昆布大好きだ。あ、そうだ、そうだ。じゃあ工藤さんどうぞ。いただきます。パパ、頑張れ頑張れ。さあ15秒経過。でもなんかいけそうじゃないですか。いけそういけそう、はい、意外とさ、コンビニのやつ30秒でいけんじゃねえ。あー、なんかさあ、残り15秒です。いや、これむずいな。いや、きついな。あ、でも、いける。あ、あと一口。あ、すごい、あと5秒。はい、5、4、3、2、1、終了。大丈夫、喉詰まってる。苦しそう。あのね、うん、なんか、うん、これから挑戦する2人にアドバイス。あの、噛む力がだんだん大変になります。OK、じゃあ俺行くわ。はい、いただきます。あ、でも結構スタートダッシュとしてはいいんじゃないですか。具がずるい、昆布だもん。10秒経過。あ、いける。あ、なんかいけそうな気しません？これ。いや、顔がなんか、そうでもないよ、顔が。食べたら無理になったらいい。あ、ダメです。いや、でもこれ、結構、そのかさん、よう、いけたなって感じしません？これ。あ、8、7、6、5、4、3、なんならそのままの僕。無理無理、 240g だもん。まさそうですね。いただきます。ほい。苦もろいね。かっかもう今お口だからさ、貯金いっぱいでしょ、うん、ね、そこなのよ、うん、それなんだよ。あ、でも早い早い、うんうんうん、早い、残り30秒。お、すごいすごいすごい。こぼさないでくれる。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。惜しい。口の中に入ったね。ということでね、チャレンジ、失敗ということで、この動画をね、少しでもいいねと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします、はい、ということで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。